どうも、こんにちは。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。もうすぐロト6なので、それについて話したいと思います。抽選までだいたい1時間ぐらいか。僕が予想した2口が、1口目、6、11、16、22、31、38と、2口目、5、6、22、29、31、38。この2口で今日のロト6は勝負したいと思います。1口目、自信がある数字が6、16、22、38か。この4つで2口目は6と22、38。この3つ。この前は1つしか一致せえへんかってんけど、あと3つが一つ違いで、ある意味惜しかった。一致数は一個しかなかってんけど、一つ違いが三つやもんな。だからもう全然違う感じの外れ方ではないから、継続さえしたら当選はできるやろうなっていう感じはあんねんけど、ただ、いつ当選できるか、ロト6。今年まだ当選できてないから、最高がボーナス合わせて3つやからな。でも、惜しい外れ方が続いてるから、だから、もうそろそろ来そうな感じすんねんけど。まあ、とりあえず、この2口で今日は勝負したいと思います。今日は当選できるかどうか。この前当選したのが、ほんと去年やもんな。去年の一番最後のロト6で当選が来たから、今年は全く当選できてないから、まあ、もうそろそろ来そうな感じはすんねんけど、まあとりあえずこれでいきたいと思います。次はロト6の結果報告。これは、さあな、8時か8時半ぐらいに結果報告をしたいと思います。いい報告ができたらいいけど、ここ最近いい報告ができてないから、まあ、とりあえず、8時か8時半ぐらいにまた動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。よいしょ。